レアンドロ・リナウドは、イタリア・シチリア州パレルモ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは主にディフェンダー。長身を生かした、空中戦にかけるセンターバック。パレルモのユース出身。2006から2007シーズン、マリオ・ベレッタの指導下で、レンタル移籍中の ACC へなにて、守備陣の中核に成長し、評価を高めた。2008から2009シーズン、 SSC ナポリに完全一席。2010年8月31日にユベントスへのレンタル移籍が発表された。しかし、故障による長期欠場もあって、ユベントスではリーグ戦、出場1試合に終わり、買取オプションは行使されず、2010から11シーズン終了後にナポリへ戻った。二千十一から十二シーズンはナポリで出場機会のないまま、 冬の遺跡期間に、ノバーラへ、レンタル遺跡。ノバーラは、セリエ B へ降格し、シーズン後は再びナポリへ戻った。2012から13シーズン後に、ナポリを退団し、AAS リボルのカルチョに加入し、ダビデニコラの下でプレー。2015年にはニコラ率いる FC バーリ1908に加入。2015年9月、ビチェンツァカルチョへ遺跡。 2016年に引退。同年より、ベネツィア FC のスポーツダイレクター兼スカウトを務める。ナポリ在籍時、ありがとうございます。